県と JR 東日本とがまさにタッグを組んで、鉄道をめぐる課題に正面から向き合う体制ができたというふうに思っております。現在この山形新幹線のさらなる発展に向けて米沢トンネル箇所整備の事業化を実現するため JR 東日本との共同調査を進めているところです。このトンネルの実現が、まさに本県発展に直結すると確信をしているところであります。